おはようございます。おはようございます。花の山とガーデンチャンネルです。はい、で今日3月2日になってまして、レモン久しぶりにちょっと今の管理方法、そういったちょっとポイントをお話ししたいなと思います。冬場の管理方法、冬明けですかね。明け、はい、もう明けたんですね。冬が、そうです。本当は今年暖冬って言ってますけど結構寒いんですよね。はい、ちょっと訳が分かんなくて、今日なんかもその今こちら奈良の方ではもう0度に近いぐらい冷え込んだんですよ。うんうんうん、で先週はもう15度以上ありました。これのそのアップダウンが例年、まあ、三寒四温でありますけど、ちょっと今年非常にそのブレ幅が大きいんですよね。でここでちょっと心配になるのが、まあ、いろんな植物心配ですけど、特に柑橘類、これはダメージ大きいと思うんですよ。それなりに寒かったらきちんとその防御をガードしてて、暖かくなってからまあ活動するっていう風なスイッチになってもらったらいいんですけど、これ何回も何回もその暖かいその何て言うんでしょう、ダミーの春が訪れてて、この柑橘にとっては今どこでガードを解いて目出し目をふかそうかなっていう風に、まあそれを誤ってしまうと凍るっていうか枯れてしまうんですよね。これ何回もやらかしたというか、自然に起こることなので、もうこっちも守りようがないですよ。ただ鉢植えの場合はそれをちょっと若干その置き場所変えたりできるので、そういったお話になります。これ管理は全部外でしたんですよね。そうですね、はい。で、やはり柑橘もその常緑樹ということで、この葉っぱは一年中あるタイプです。ですが寒さによってその葉っぱ落葉するのありなんですよ。うん、これは身を守るためにその切り離して本体の茎を残すっていう、ちゃんと防御が効いてるからなんですね。変に葉っぱ残したまんまそのまま枯れてしまうっていうのが怖い、あり得ることで、ちょっとねその種類にもよります。これレモン耐寒性あります。でも今後一回その春になったかなと思うところで0度を食らうと、ガードを解いたというか、その樹液がそのもう芽吹きそろそろっていう風に活動開始したところでその0度ぐらいに合うと非常にダメージ大きいんですね。そこで葉っぱが枯れてしまうっていうのが何回も見てきました。でそうならないために今3月に、本来世間ではその園芸の書物とかでも3月って結構柑橘の植え時ではありますけど、ちょっと今年要注意で、植えた後もきちんと防寒しないといけないんですね。はい、これはちょっと覚えておいてほしい部分で、これ植え付けても1年半ぐらい経つんで、はい、そろそろ実が楽しめるんですかね。花は咲きますね今年は。はい、で今その葉っぱの色を見ていただくと、ちょっとまあレモン色、まあ、レモン色がまあレモンですけど、レモン色、うん、シャレじゃないですけど、うん、黄色い、これは肥料を切って今まで置いてあったんですよ。うん、これわざとです。うん、秋の肥料はちょっと少なめにしてあったんですね。でもしこれ肥料を効いてたらガンガンその成長が早まるしパワーアップしてるから、よし芽を出そうっていう動きは今危険なんですよ。うん、だから今まだちょっと休眠しといてねっていう意味合いを込めて肥料は切ってやったということです。はいはい、で肥料はこれからやるんですけど、3月にやるのがベストではあります。で化成肥料とかやるのもいいんですけど、まあ、観光性肥料、まあ、有機化成とか、まあ、やっても1ヶ月後に効いてくるタイプ、これは3月にやるのが一番適です。はいはい、で今日はですね、まだ何もしないでおこうかなと思うんですよ。置き場所は日中は暖かく夜は冷える、これのその置き場所は日に日に変えていただくのがベストですけど、地植えなんかではそんなことできません。でこれはどうすればいいかということですけど、もう単純に棒一本立てて、ここにそのゴミ袋とか絶対密閉はせずに風よけ対策だけしといてもらうっていうのは3月いっぱいした方がいいかもしれません。日中はこういった密閉するともうなんか40度ぐらいになるし、夜は凍結するともう0度以下っていうのを、その寒暖差をまあマシにするにはペラペラのビニールを1枚パッと頭から傘みたいにかぶせるだけですね。それをして、で3月下旬ぐらいに肥料開始とか植え替えとかしてもらうのがいいかなと思います。はい、これがまあ3月初旬のちょっと気になった管理方法になります。今日はまだ何もしません。はい、ちょっとそういうふうなポイントだけ、それだけ、まあ、冬越してきて、まあ、いよいよかなと思うんですけど、本当はねその肥料とかいろいろやってもよかったんですけど、ちょっとまだ早いです。はい、ちょっとご注意いただきたい3月の初旬です。だから何もしないでくださいってことですね。まあ、置き場所、夜間は鉢ならちょっと
守ってください。5度とか、まあ、0度にならないところで、うん、はい、そういった、まあ、管理場所のちょっと選定ですね。実は、はい、そのさっきも言ったんだけど、いつ収穫できそうなんですかね。花はまあ5月ぐらいに咲きます、はい、で実がちっちゃい実はあの、まあ、9月とかにもちっちゃいのできると思うんですけど、このままずっと年越して、で黄色いレモンができるのはもう2025年の2月ですね。2025年、はい、の2月ぐらい。2月ぐらい。まあ大体冬なんですよね。いやレモンってその実がなっても半年ぐらいその収穫まで長いんで、うん、そういうふうな感じ。じゃあ来年に収穫できるんですね。はい。でもね、そのグリーンレモンとかでしたら9月10月でもちっちゃいそのなんかありますよね、柚子みたいな、はいはいはい、緑色な。あれとしてグリーンレモンで収穫できるのは今年の9月にはいけると思うんですよ。結構はい、この動画撮り始めた一番初めにやったのはレモンで、はい、その時のやつですね、これ。そうですね。そろそろ身につけたいなと思って。まあ、いきます。まあ、形的にも理想で、はい。もうこの辺とかに花が起こると思いますんで、はい。ちょっとやっぱ木は太くなったんですかね。そうですね。理想的ですね。鉢でね、あんまりその、急激に大きくしたくないっていうのもあるんですよ。まあ、徐々に徐々にいい形で、ちょっとずつ実がつくのが、理想的な成長かなと思います。剪定はもうしないんですか？なるべく。はい、初めのうちにその形を作ってしまえばそんなに剪定はいらない植物なんで。でもまだそこの上の方伸びてくるんですよね。ちょっとずつですね。1年に伸びるのもは、春夏秋で、まあ、大体もう15センチ伸びたら十分です。あ、そうですか。まあ、その維持で、まあ、切っても先端5センチ落とすぐらいなんで、そんなに大きくしたくないし大きくならない、成長遅いんでっていうところですね。まあ、振り返りというか、はい、あれですけど、冬場は肥料を切るんですよね。切ります。なんでかというと冬場に肥料をあげるとまた生育が進んで、はい、花芽が上がってきたところに寒さが当たると、ね、まあ苗木にダメージを与えるからってことですよね、はい、でこの苗木ももちろん切ってましたと、はい、だからまあ色も葉っぱの色もこう薄いんですね。ちょっとそうですよ。あ、一つ完品っていうのがあります。一応補足で申し上げますと、冬にやる肥料っていうのも種類としてあるんですね。それはあの有機肥料で、やっでもそれが効くのは春3ヶ月とか4ヶ月後ぐらいに微生物がそれ分解して春に吸収開始するっていうのが完備のその狙いとやる時期なんで、化成肥料はやったらその日から効きます。なのでちょっとそこのね、理解が難しいっていう方は結構おられますけど、まあ、有機肥料と化成肥料はやる時期が違うっていうことだけ覚えていただきたいですね。ちょっと難しいですね、そこら辺が。そうですね。あげなくてもいいんですか？うん、冬はもう完備なくてもいいと思うんですよ、うん、この鉢植えの場合、うん、一番その効果的に有機化成とかそういったものを、まあ、化成肥料を主体にやってもらうのが一番計画的に失敗なくいくと思います。はいはいはい、はい、というところですね。わかりました、はい、まだよろしければチャンネル登録とオンラインショップでも柑橘今3月入ってたくさん入荷してきてますので、またよかったら覗いてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。